コンピューターチェック。チェックします。名前バットン、種別コウモリ怪獣、身長40センチから60メートル、重さ500グラムから1万5000トン、能力少女に変身する。血液は動物の体の中を流れる、いわば生命のもとである。血液は体の中に栄養を運び込み、また不要なものを運び去る大事な役目を持っている。この血液を狙って地球へやってきた宇宙人や宇宙怪獣は数知れない。手口も様々で、強引に人間に食らいつく方法、人間の体の中に密かに潜り込む方法、また秘密の腕時計を使ってまんまと大量の血液を集めたりする方法と数多い。きっと奴らは我々よりも血液の重要性を知っているに違いない。外宇宙の彼方から何万もの吸血コウモリが襲来した。コウモリの大群は放っておけば人々を襲い血を吸うだろう。そればかりか、この巨大な群れは太陽光線を遮るフィルターとなって東京地区に異常寒波をもたらしたのだ。直ちに宇宙パトロール隊マックが出動、宇宙吸血コウモリを攻撃した。たちまち撃ち落とされる吸血コウモリ。しかしそのうちの一匹が深手を負いながらも生き残ってしまった。コウモリは美少女の姿に変身し、人々の目を欺いた。そして夜な夜な人々を襲い血を吸っていたのである。この吸血鬼に襲われたら最後、襲われた人間も吸血鬼になってしまう。ついに怪獣の本性を表し、二段変身したコウモリに対して我らのウルトラマンレオが立ち向かった。しかしウルトラマンレオはバットンを倒すわけにはいかない。吸血鬼になってしまった多くの人々を救うために血清を取らなければならないのだ。血清はいただいた。今度はウルトラマンレオ怒りのキックが。